いつかアイドルの一番星になる虹の夢アイカツ始めます。 S4 プレゼンツキラキラするのがお仕事です。司会は私たち輝く四つ星 S4 です。まずは最新ニュースから。先日四つ星学園恒例の S4 決定戦が行われました。どの組も白熱した戦いだったわね。思い出しただけでゾクゾクしちゃうぞ。舞組は2年連続でゆずが勝利を手にしました。劇組は1年生の早乙女あこちゃんと翼の一騎打ち。ステージの結果、翼が勝利を収めました。美し組は四つ星学園初の姉妹対決だったぞ。熱いぶつかり合いの末、勝ったのは霞まひるちゃん。そして激闘が繰り広げられた歌組は見事姫がトップに輝いた。今年の S4 戦は今の自分の力を出し切った忘れられない戦いだったわ。ええ、新しい S4 には3年生を除いた 1,2 年生のトップが任命されるのよね。そしてそして、もうすぐあのビッグイベントだぞ。そう、四つ星学園の卒業式です。贅沢なひとときね。ああねえ、笑わないで聞いてくれる？ん？想像しちゃった。この瞬間が永遠になればとっても素敵なのにって。いつまでも4人でか。それすっごくいいぞでも私たちは常に進まないといけない。立ち止まってはいけないのよね。ええ、でもおかわりする時間くらいはあるわようん、ただいまより卒業式を始めます。S4 の任命式を行います。今の S4 から挨拶と新しい S4 の任命をしてもらいます。それでは舞組から。風の舞組、二階堂ゆず。はい、二階堂ゆずです。まずは一言、みんなどうもありがとう。ゆず、いつも思うんだ。
活で一番大事なのは歌やダンスだけじゃないってこと。きっと一番大事なのは仲間だって。ゆずがこの1年 S4 としてキラキラしていられたのは仲間のおかげだもん。だからみんなにもそういう大切な存在を作ってほしいんだ。ゆず様なんて、まるでゆずが卒業するみたいだぞ。任命任命。あ、任命。新しい S4 は引き続きゆずだぞ。また1年よろしくね。続いて鳥の劇組、如月翼。はい、劇組如月翼です。私はすまない。私が伝えたいことはただ一つだ。もしもこの先何か辛いことが起きた時、そういう時こそ自分を信じてほしい。たとえ挫折を味わっても人は変われる、成長できる。自分自身にその意志があれば、いつかきっと自分の居場所で光り輝くことができるはずだ。劇組新しい S4 は早乙女亜子。はい。早乙女、しっかりな。これからは翼先輩に代わって私が劇組を引っ張っていきますわ。続いて月の美し組、霞夜空。美し組の霞夜空です。夢と期待に胸を膨らませ四つ星学園に入学したのがまるで昨日のことのようです。実は私は四つ星学園に入学して本当に良かったのか不安になったことがあります。大切な人を傷つけ誤解され不幸にしてしまったのではないか、そう悩んだことがあります。でもそれは間違いでした。今なら自信を持って言えます。私は間違っていなかったと。美し組新しい S4 は霞真昼。はい。ついに私を追い越したのね。お姉ちゃん、よく似合ってるわ。霞夜空から受け継いだ S4、 その名に恥じることのないよう頑張ります。最後は花の歌組、白鳥姫。歌組の白鳥姫です。四つ星学園での3年間はかけがえのない経験でした。嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、辛いこと、数えきれないくらいたくさんの出来事がありました。無駄なことなんて一つもなかった。全ての巡り合わせに感謝して私は次のステージに進みます。これからみんなを照らしてくれる新しい歌組の S4 は虹の夢。はい。虹の夢、ゆめちゃん後ろ向いて。よく似合ってるわよ、ゆめちゃん。ありがとうございます。新しい S4 をよろしくね。姫先輩、夢の夢は S4 になること。入学する前にそう誓いました。私まだまだ姫先輩とは違って頼りないかもしれないけど、私は私なりの S4 になります。それではフォトセッションに移ります。マスコミの方は前へ。
ちは星、アイカツ界を照らす4つの星、絶えず空にきらめく道しるべ。 S4 の輝きは永遠に。以上で任命式を終了いたします。わあ、緊張したね。私は全く緊張しませんでしたわ。アコは堂々としてたわね。うん、すごいな。当然ですわ。S4 たるもの、堂々と胸を張って。おーい、ゆでたこ。すばらきゅう。お、前言撤回ね。どうしたの？いや、その、S4 おめでとう。ありがとう。おめでとう。すばらきゅうが私におめでとう。相変わらずおめでたいな。なんですって。そういえば、そっちも卒業式だったんじゃないの？ああ、でもまあ、卒業って感じしないんだけどな。僕たち M4 は交代しないし、ユニットも続くからね。それに後頭部はすぐそこだしね。そうなんだ。つまり、これからが本気のライバルってことだ。望むところだよ。じゃあ、私たち行くね。またね、兄さん。うん。伝統行事よ。お世話になった先生や在校生に感謝を込めて S4 の皆さんがステージをするの。素敵ですわ。でもお世話になったのも感謝するのもこっちなのに。あ、そうだ。ん？乗り気だったじゃない。そんなわけありませんわ。遅い。すみません。 S4 たるもの、常に時間との戦いだ。入学式までに引き継がなければいけないことが山ほどある。時間が足りないくらいなんだぞ。よし、早速行くぞ。え、どこへ？まずは S4TV の引き継ぎからだ。はい。続いてブランドの記者会見、学園パンフレットのメッセージ。まだまだあるぞ。年間行事のスケジュール、 S4 の CM 契約の内容に、フェスや全国ツアーの段取り、それから少し休憩するか。大丈夫です。弱音を吐いてられないわ。え、私たち S4 ですもの。翼先輩、次は何ですか？次は幹部の任命だ。幹部？私たちが任命するんですか？そうだ。1年間各組を取り仕切る大切な役職だ。誰に務めてもらえば最善か、きちんと考えて決めるように。はい。幹部、全然考えていませんでしたわ。1年も務めてもらうんだし、慎重になった方がいいわね。決めた。え、私頼んでくるね。あ、ローラ。ユメ、私引き受けるよ、歌組の幹部。え、まだ何も言ってないのに、なんでわかったの？当たり前じゃない。だって歌組の中でユメが気兼ねなく頼れるのって私だけでしょ。違った？私のこと一番よく分かってくれてるの、ドーラだもん。二人で歌組盛り上げちゃう？うん、よろしくね。よろしく。ねえ、早速なんだけど、一緒にもう一組お願いしに行ってくれないかな。どうかお願いします。幹部のお仕事、引き続きお願いできませんか？おめでとうございます。ってことは、もちろん慎んでお受けいたします。ありがとうございます。あの、それでぜひ手伝ってほしいことがあるんですけど。確かここに
みんな準備はいいかい？ This is 最高にロックなパーティーだよ。今夜は堅苦しいことは抜きにして思いっきり楽しみましょう。乾杯！乾杯！翼先輩が後頭部に行ったら寮生活に張り合いがなくなります。最後にあのセリフお願いします。それではお仕置きタイム、ご褒美タイム。今日は全員分のラムネを用意した。遠慮なく飲んでくれ。はーい。1たす1は2。感激です。カフェにします。次は誰かしら。はい、私も私も。時間はたっぷりあるわ。焦らないで。どうぞ、冷めないうちに召し上がって。はい、いただきます。どうかしら。辛い。でも美味しいです。姫先輩に近づけるよう頑張ります。ありがとう。一輝、卒業おめでとう。ゆず様にそのようなお言葉をいただけるなんて光栄です。でも正直ゆず様が心配で卒業する気になれません。後のことは私に任せてください。ですが一人では。大丈夫大丈夫、はるかもいるし。余計に心配です。で、あれ、ゆず様は。ゆず様が消えた。アンビリーバボー。まったく、最後まで人騒がせなんだから。行くわよみんな、ユズ様を探せ。やっぱりここだった。ステージの前に気持ちを落ち着けたくて。私もよ。ユズもだぞ。あの人同じだな。この4人になって初めてのステージ前。そうだったわね。実はあの時、ステージに立つのが怖いと思うことがあったの。ステージに上がったら誰も助けてくれない。誰にも頼ることができない。たった一人で孤独よね。みんな同じ気持ちだったのね。この1年間いろんなことがあった。楽しいことや辛いこと、嬉しいことも悲しいことも、逃げ出したいこと、乗り越えていきたいこと、押しつぶされそうなこと、飛び込んでいきたいこと、どんな時も感じられた。一人だけど一人じゃないって。すぐそばにみんながいてくれたから。この先にはどんな未来が待っているのかしら。きっと素敵なことも苦しいこともあるんでしょうね。何があっても大丈夫。離れていてもみんなの心はつながってるぞ。ああ、私たちとこの木は同じだ。どんなに枝葉を広げても根っこでは芯の部分では一つでつながっている。未来が来ても大丈夫。この場所が、この思いが、S4であったことが、私たちを導いてくれるから。準備はいい？もちろんだぞ。ええ、行きましょう。私たちの今までと。私たちのこれからのために。最強のライブを。
ルのアイドルは私が奪う。誰？次回アイカツスターズパーフェクトアイドル